誰使ってんの。いや、いいし、無理だわ。仲間と協力しなあかんし。イモータルと変わらないね、俺は。うーん。俺、ソロでやってたからな。あ、なるほどね。いや、でもその、いや、逃げ方がうまいわ。1個しかない選択肢を全部。いや。なんか、カルビみたいだよな、入って。いや、でもステージじゃない、別に。まあ、マスクとも言うらしいね。あー、デュエリストね。誰？今から詰められる。敵が少なかったら自分のとこに来てくんなかったんすよね。そうだね。来てくれたら勝てるけど。え、で、ハイタニ先生ランクいくつでしたっけ？シルバーリアだ。ちょっとハイタニ先生とやりてえな、スマブラ。あ、スマブラやりたいね。ね。スマブラ界。他に誰かいないの？スマブラできる人。あのストリーマーたちで。え、俺全然できるっすよ、スマブラ。え、なん、え、なんぼ？あれ、ビップじゃないの？でも。いやいや、でも。ビップじゃないやんな、おもろいな。ビップじゃないよね。ビップはやっぱ強いんだ。やっぱビップまで行かないとやっぱり。あ、マジか。参加条件ビップっすか。いや、いいねえけど。やばい、ジーニアスやばい、一生勝ってる。やばい、ジーニアス連勝してる。見てます、俺ジーニアス勝った。え？ハイタニ先生見てます。ごめん、全然納得じゃなかった。マジで見てない。ひどいな。スマブラの。スマブラ話無視だって。もう一回勝って、じゃあジーニアス。もう一回勝って。ジーニアスはさ、はい。ジーニアスはどんなもんなの？その趣味とか。趣味？急に。なんか俺ジーニアスをあんまり知らないから。確かにみんなジーニアスのそういうあのストシックス以外のところは知らない。そう。確かに趣味ですか。他に得意なゲームとかってなんかあんの？あの FPS とかが。おい。ええ、やってんだ。はい。バロン。バロンもエペもバロン結構うまかったね。バロンだって一人でプラチナ入ってたからもう俺らとは。そうなんす。いや、そう、いや入れてくださいよ。いや、でも落ちたんで。ハイタニ先生はでもイモータルですもんね。まあイモータルではないけどね。あ、イモータルクラス変わんない変わらんだけど。いや、でもバロンは確かにちょっとやりたいな。やりたいっすね。まだ誰使ってんの？そのなんか、そのまず誰使ってんのってのが格ゲーみたいマジで。誰使ってんのって。誰使ってんの。いろんなの使うんすよ、バロとかは。そう。いや、そうじゃ限らないよ。絞らないんすよ、チューリーとかブランカみたいに。デュエルか、イニシか、あるよね。それよく言ってますけど、おかしいっすよ、ハイタニ先生。よく言ってますけど。まず誰使ってるかを聞いてねえけど。ハイタニ先生は何使ってるんですか。これはキルジョイ。とレイナね。なんでか、なんでおかしい。レイナって、なんでレイナでなんか今。いや、全然違うなって役割が。笑われてない。バカにされてますよ、先生。バカにしたよね、今、レイナ。今、バカにしたなぁ、マジか。いや、してないです、してないです。まあ、真逆ではあるけどね。真逆。まあ、隣とも隣る真逆は。まあ、でもいろんなね、あれを使えないといけないから。その間が結構やった方がいいポジションなんですけど、本当は。何が見えてる、お前。間のイニシを一回やっの気持ちしとくの大事。いや、イニシ難すぎんのよな。そこがバロラントの結構すごい。いや、イニシ無理だわ。おもろいところっすか。仲間と協力しなあかんし。え、レイナとかも。ちょっと仲間と協力。そういう、どんなゲームだと思った。いや、キルシャイとかさ、レイナって結構なんか単独で。ああ、はい、確かにそうですね。でも違うんすよ、ハイタニさん。やっぱ味方にスキルを要求できるようになんないと。レイナとかジェットとか前をやるなら撃ってくる。だってイモタルと変わらないですよね。イモタルと変わらないね、俺は。だったらもうあれしてほしい、これしてほしいとか。まあそれは声出さないとダメよね。俺ソロでやってたからな。ソロでもだからハイタニ先生言ってみましょう。あれやってこのスキル入れてみたいな。なるほどね。いや、でもそのみんな、そのあ、まあ一問でやるやったら俺があれやって。はい、IGL ね。いや、逃げ方がうまいわ、ソロでやってたから。とかやっぱ相谷先生。いやソロでやってるならなおさらノラに。いや、ノラってさ、みんながその答えてくるわけじゃないや。俺も言うけど。いや、マジですごいっす。唯一の1個しかない選択肢を全部聞いてて。いや普通に本番でソロでやったら細い逃げ道。そう、細い1個しかない逃げ道を全部当てていってる。すごい、これはマジで。これが語彙力か。いやただの事実なんでね。あぶねー。わー、でもプールいいコンボやね。てか、やばいな、なんかこうやって聞いたら、ハイタニ先生めっちゃスマブラ強そう。いや、俺、やばい。普通にゲームうまおじゃないですか。なんかね、なんか
俺このゲームあんま得意じゃないねんなみたいなないよね。ない、うん、なんかカルビみたいだよな、ハイタニ先生って。なんかすごい似てる気がする。カルビと同じこと言ってる。カルビはマジで似てるわ。カルビはバロラントで全キャラ使えるって言うけど、うん、そのクリックできるってだけキャラを。いやカルビはでも俺からしたらマジで上手いけどな、バロ。そうなんだ。カルビは上手い。でもそのレベルってなっちゃう、それを言っちゃうと。いやいやいや、エイムは決めるより上手いじゃあエイムのイントネーションどうした。いやそうなんですよ、ずっとおかしいんですよ、相谷先生。エイムいやいや、グアムと同じイントネーションしてる。カルビマジでバカにしない方がいいよ、本当に。エイムやばいから。エイムマジで。そうなんだ。いやマジで無双してる。マップのこともステージって言うしさ、バロンの。負けちゃったよ。まあ、ステージだね。えい。ステージ。そうステージ、ステージって言うんだよ。やばくないマップを。俺ビビった。FPS じゃないもんステージは。ステージ。うん。いやいや。ありがとうございます。いやマップでしょ。だったら左上のやつミニステージって言ってるんですか、じゃあ。確かに確かに。いや間違いない。あれはマップや。あれはマップや。いや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 、あれと違うよ。なんで一緒。あれはマップよ。別にやってるのはステージやから。じゃあなんでそこを分けるんですか。もう全部、ね、マップで足して統一でいいじゃないですか。だってあれは地図やから、あのみたいなやつ。あれ別にそのステージじゃないから。ステージ、なんでステージなの。いや戦う場所はステージ。めんどくないですか、マップって言えばもうその全部ね。ステージ、うん、いやでもステージじゃない別に、あの間違ったりなくない、ステージは別に。まあ、確かに。マップとも言うらしいねっていうふうには思ってるけど、マップ場所、あそこ、うん、そうだね、戦う場所だから。あおもろ。あれけ、まあ一緒にやったもんね、バロ。うん、やったマジで。じゃああれけ知ってんじゃん。うん、なんか、うん、なんか本当に風格は強かった。そう、言動とか FPS においては一番最悪なやつじゃん。雰囲気最強。練習戦練習だったけど、そうめっちゃ勝った、めっちゃ勝った、めっちゃ勝った、めっちゃ持ったよマジで。そうめっちゃ勝ったけど、もう灰谷先生がやられるとなんかもう全部敵のせいになってたね。ああ、まあそれはそうそれはそうやな。あ、なんでこいつこんな動きしてくるんだ、ありえないだろうって。なんかそんな感じだった。うわ、これトキシックってさ。いやいや、トキシックじゃないから。トキシックはあれ味方にでしょ、味方に文句でしょ。いや、いや、なんか、うん、なんか、まあ、言動がやべえやつ、言動がやばいやつみたいな。あ、まあでもフルパやから別にね。うわ、うまい、マジで1個でした今、ハイタリ先生。いやいや、どうもないさ。いや楽しいわ。え、高木、誰使ってんの。俺は基本デュエリスト。あー、デュエリストね。誰。それ今から詰められるん。あ、お前があのレーナ使いかみたいな。それマジ困るんですよ、俺全部使うから。デュエリストは全部使う必要がどこにあるの。いや、じゃあ一体言いましょう。レイズ使います、ジェットも使います、レイナも使うし。いや、なんでそんな使うの。いや、そのいや、それはあるんですよ、あの場所によって強い弱いがあるんですよ。あ、ネオンはどうですか。はいはい、ネオンはどう。いや、まあでもネオン、まあバインドとかでも全然。あ、バインドとかね。あ、バインド使う。うん、うん、全然使ってる人いる。ああ、そうなんだ。どこだっけ、あれけん、あの森のマップ、病院みたいなとこ。フラクチャーね。あ、そう、フラクチャー。あ、あそこネオン多かったね。フラクチャーはあれよね、すぐ行けるからよね。そう、すぐ行けるし、サイトが狭いからスキルが刺さりやすい。何やったっけスキル。なんかあのピンポン玉みたいな2個投げるやつね。スタンですね。誰反射するスタン。そんなあったっけ。あ、ネオンね。じゃあ無理なんすよ、これ知らない、知らないで。これ知らないでイモータルあるわ、絶対無理なんすよ。そんな簡単なゲームじゃないんすよ、あれってマジで、ほんとに。これ知らないで、その実力。じゃあ無理なんすよ。絶対に無理なんですよ。じゃあ無理なんですよ。まあソロの動きとフルパー違うからね。そう、違うよね、また。え、じゃあ夜はどこですか。あ、でも夜最近強い。あ、そうなの。バインドバインドはさっきネオンって言ってたよ。
いや違う、だから別にいろんなやつあるでしょ。一つに絞らないでください。別にアセントはジェットも使えるし、アセントは聞いてください。リモートの話聞いてください。アセントはジェットも使えるし、レイズも使えるんですよ。確かにね、確かにね。一つ、一つのマップに何体もいるんですよ。こいつは使えるな、機能するなってキャラが。え、灰谷先生的にデュエリストで一番強いと思ってるキャラは何なんですか？ああ、でもやっぱジェットじゃない？おお、レイナじゃないとそこは。うん、レイナは弱いからね。じゃあもうジャムジャムとかしてんだよ、完全に。いや、もうピックしないよ、もう。いかれてるだろ、マジで。弱いって分かってて使わないで。灰谷先生デスマッチでだから一人差ぐらいなのにアプレルの方が下だからって。であれでしょ、キルジョイも多分味方が全部死んだら味方のせいにしてるでしょ多分。まあだってあのいけないからね、キルジョイは動けないから味方が任せるしかないのが多い。敵が少なかったら自分のとこに来てくんなかったっすよね。そうだね、来てくれたら勝てるけど。なんでそんな強気で入れるんだよ、ずっと。なんなんだよこの人。え、で、ハイダイ先生ランクいくつでしたっけ？シルバーリアだ。3になっちゃったっけ。なるほど。俺猫ミームってめっちゃコメント来てるけど。え、知らないの？猫ミーム知らない？え？めちゃくちゃ流行ってるね。お坊さん、ジジイよそれは。え、ガチ？猫ミーム知らないの？え、知らんの猫ミーム。何猫ミームって猫ミーム。何がハッピーやね。と何？おぼもうやばいよもうそれ。ハッピーハッピー。猫ミーム知らないやばい。嫌いだわハッピーハッピーみたいな。本当にやばい。すごいな。えなんか中可愛くてごめんじゃないの？古いよ。去年じゃねえか。マジ古いわ。はあ？これ古いって言ったらどうしたらいいんだよ俺。だからハッピーハッピーって言ってみて一回ちょっと。自分の思う猫ミームやってる。猫ミームやって。猫ミーム、え、な、猫ミームってちょっと何どういう感じなの？自分が考えなくて、一回自分が思う猫ミーム。ちょっと一個だけヒントちょうだい。かわいい、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 ハッピー、ハッピー、ハッピー、ハッピー。いや、近い近い近い。もう完成させ、いいよ、いいよ、いいよ。完成させ、ノリはいいよ。ハッピーラブユー。あ、いいね、いいね、いいね。どう？あ、チピチピチャバチャバってやつがあるから。それもやってほしい。チピチピチャバチャバ？チピチピチャバチャバ。あ、それもやってよ。チピチピチャバチャバって。ノリノリ、チピチピチャバチャバは。ノリノリ。ノリノリって感じ。チャバチャバでノリノリ。うん。はっちゃはっちゃけようみたいな感じ。うん、ちょ誰か貼ってくれ、ちょっと待って、ちょっともらうわ。いや、一回おぼの思うチピチピチャバチャバしてみてほしい。チピチピチャバチャバってなんやねん。そっちのヒントは1個。じゃあヒントはなんか猫がノリノリみたいな感じ。猫がノリノリ、そうでチピチピチャバチャバって感じ。チピチャバチャバ。かわいい。チピチャバ。ほぼ正解。